はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネル、ウップネッシュのピオトです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらです。ナンパ戦ドンブラコにてスパッタリー、ヒッセン、フィンセンとトライストリンガーでやっていきましょう。それではスタート。さあ今回のこちらの編成なんですが、フィンセンとトライストリンガーがちょっとだけ動きに難ありということで、まあフィンセンとは切り開いていけるんですが、特にトラストですかねが、動きがかなり鈍重になってしまいますので、そこの部分をまあなんとかね補っていくか、まあそもそも周りの人が補うか本人が頑張って動いてやるかっていう感じですね。ナンパ戦ドンブラコはねもう敵よりも納品なので、ここ、まあ、敵倒さないと納品ができないんだけどね。さあということで、よろしくナイスン。通常使用の通常ウェブかな、通常ウェブですね。いろんな場所を塗っておくといざという時に生存率が上がるぞ。特に壁ね、意識しないと塗ることないからね、壁なんて。ドゥ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 、おーうまっ。多分後ろいると思ったけど大丈夫だった。オッケー、やべ、ボム変な感じで投げた。ほっ、いいよ、どんどん納品していけ。ありがとう。スパッタリーは確率で雑魚敵をやれる武器なのでいい感じにできますね。で、爆弾を、逃げますか。逃げるというか上もついでに取れるようにしましょう。 OK、 ここのやつ全部入れたら納品完了できますんで、あとはここで油断なく。ナイス、なりたよ。6、5、4、ギリ届いたけどやれるほどまでは届かないか。 OK、 さあということで第1ウェーブはいい感じにクリア。フィンセント、通常仕様の通常ウェーブか。ちょっと一瞬特殊感あったけど違うね。お、ヘビ、ヘビ鍋豚、戻ります。この2つはかなり戻れば寄せられる部類なんで、ヘビに関してはね寄せた後がきつかったりはするんですが、僕も濡れるか、濡れた。あったか、あ、いるわそこに。あ、ごめん、やっちゃった、やる必要なかったのに。やっべ、潜っちゃった。嫌な位置で使ったな。これはちょっと死ぬから、死ぬからこっちでダメージちょっと回復したい。 OK、 よっ、うわっ、逃げます。よし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 、納品が足りてるからこそできることだね。あの位置はさすがに救出できないな。だいぶ逃げたのか、キャラ倒しに行ったのか、大物倒しに行ったのかは分かんないが、通常使用の通常か、
勘弁してほしいものですけど、まあ、しゃあない、これに関しては運だから。こっちじゃないね、ダイバーの音振れば下ね、うまい。倒す必要はないんだが、まあ倒したならいいか。もらいます。おっ、来た。これ寄せる気がねえな、やべえ。触れずに片パー行こうと思ってたのに。オッケー、ナイス。オッケー、うまいよ、うまいよ。さっさとスペシャル使ってけ。落ちてるけど、オッケー、ホプソナーは助かる。ホプソナーは助かるが、だいぶ塗りがまずい状況。足りたよ、あとは慎重に生きろ。生きればいい、あとは。ほっ、1、オッケー、ナイス。はい、来たよ。ジョー、声が、喉が死ぬ。さあ、トライスリンガー、とて僕か。狙いたいけど狙えないね、この部分。ててて、体力回復ができない。くそー、コウモリなかったらダメブで飛べた可能性あるけど、だいぶ海岸沿いで死んじまったよ。ありがとう。こういう片パは使わざるを得ねえよな、邪魔ですし。もうあいつ狙えねえ。あいつ狙うのめちゃくちゃ大変なんだけど、ナンパ戦ドンブラコに関してはマジで生き残りの重視だな。これ使わなくてもそもそもいいんだよな。私トラストだーだだ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 よ。他が助けられねえ位置だよ、そもそも。もう敵やるよりも。さあ、ということで、まあ特殊じゃねえわ、エクストラに関してはきつかったですね。そもそもここで倒せるとあんまり思ってねえからな。上手い人が工夫しまくってやっとってイメージだから、ここはもうね、第3ウェーブクリアでヤッホーイでいいと思う。ついでに金取れたらいいよねー。そんな感じです、私の、まあ私の感じはね。トラストなのにさ、私トラストを打ってねえもん。こんなレティクルしてたっけ、トラストって。なんか久しぶりにトラストを持つからレティクルに違和感すげえあるな。ドライブワイパーとかそういうイメージがあるからかな。さあ、ということで第2試合目やっていきましょう。満タンと出てほしい、なんなら特殊でも OK。 さあ、通常しよう、通常ウェブかなあ。ちなみにナイスです、いい職場だ。
ナイスが帰ってくるといい職場だと思う。さあ何が出てきてる。爆弾と見えないってことはモグラあたりな気がするんだよな。モグラ鉄板あたりな気がする。止めんの早い。さあ私一番奥にいるから狙われてんね。止められなかったか。タゲ私がもらいます。ただそのタゲも途中で止められたよね。はい、さあないこれに関しては。ほっ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 。わーインクがなーい。やばい。あーコウモリ気づいた時には逃げるにも周りが塗られすぎてた。おーおーおー、なんつ飛ばし方した今。これはもう落とさないとまずいやつ。海岸沿いやってんと狙うのはマジでまずい。オッケー。第1ウェーブはなんとかクリア。いやー危ねえマジで怖えよ。さあ飛線ここが塗られてるんで塗り返しまーす。まあだいたいここ塗るのはタワーモグラのどっちかなんだけど、ね、おーっとタワー湧いた。ほーい、オッケー。ダメージは与えすぎないような感じで貼りましょう。まあ寄せるなんてことはしな、あやられてんじゃねえかあいつ。オッケー、あぶね、インク切れてたな。ここはしょうがない。ジャンプ。なんでこんなにダメージブーストが上手くなってしまったんだよ私は。だいぶ納品が死んでるな。やばい。肩パワーやったが、あーもう直接やれるのか。まずいなーこれ。あー足んね。さすがに無理か。きついね。もうね私は半分絶望だったけど使うしかねえと思って使った。あそこ届かないのきついな。金いくら取ろうとよく書いたのが裏面出ましたね。あ一発くらいは当てられると思ったんだけどな。あの端っこも金網があるのがマジで辛いんだよ。さあ負けです。くぅやられましたね。さあということでラスト一戦いきましょう。納品はそこまで多くはないが多くの人を救った。なんだその言い方は。なんだ多くの人を救った。私は救済の神かというか、まあ救済の神一度死んでるんですけどね私。一デスしてるしはい、ということでやっていきましょう第3試合。もうねノリと勢いで喋ってるからね、さっき何喋ったっけって思うからね気にしないでください。脊髄反射でまあやばいことだけ言わないように頑張ってます。はーい、よろしく。通常種は通常ウェブですか。勘弁してください。
難易度が高いと再三申し上げているじゃないですか。カプテン、こっちじゃないから。ナイス側面、オッケー。倒したか倒してないかに関してはね、あのイクラがドロロって入ってくればと、あの片目割れましたっていう証拠です。あったのかよ、そこに見えなかった。やばいものは湧いてないかな。ほっよっ、うわっ、ほら、せー、あぶな。これ狙いはボックスですね。向きが違うんだよなー、ほい。あとはまあ、あっ、くそ、足取られてたのか。やば、向こうが海岸水没してる。あぶねえ、油断できねえな、本当に。あんなに余裕あると思ったのに、あんなに余裕あると思ったのに気がついたらギリギリだった。必戦、また通常しようっすか。あ、また通常しようの通常ウェブっすね。勘弁してほしいっすね。カモンです。はい、了解。最初何が出てか、あー、片っ端カモン。対ターができる私が道開くようにしましょう。まあピンセントもできる。なんであそこで手術してんだ。パタパタえてるし、ナイスショット。そっちか。あー、綺麗に跳ね返った。ダメです。あっ、よいしょ。もう一発溜めます。納品足りたらあとは逃げにシフト。おもって、やばい、えぐい、おもて、おもこれまずい。鮭が多すぎんのか。重たかった。さあ、フィンセント。おお、満潮。ナイスでした。満潮特殊か。欲しかったもの、どちらか片方だけでよかったんだけどな。光映えでーす。そこでやんの？そこでやろうよ。ちょっと前すぎねえか。だけスパッタリ言ってくれればなんとでもなるんだよ。もうちょい後ろでやろうよ。やべ、表表表から、
気をつけてくれよ。ナイス、ナイスに足りた。ここ攻めできる場所ないからきついんだよな。やべえ、インクだけ十分に貯めましょう。ナイス、よく勝てたなこれ。スペシャルを今までのウェーブで残しておいたのが役に立ちましたね。いや、ナイス、命のリレーだった。いや、あそこの最後にね、ボム投げてくれたあの残り一人がマジで優秀すぎる。あれ助かるね。さあ、IC さんが53納品してる。すげえな、納品の鬼量。ナンパ船ドンブラコっていう納品しづらい場所で納品してくれるの本当助かりますね。はい、ということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。いやー、ほんと無事にできてよかった。第3試合に関してはもうあそこの光バイはかなりね厳しいものでしたよ。特に、ね、最後にボム投げるっていう発想を持ってるっていうことでよかったね。まあ、もしかしたら知らなかったかもしれないけど、あのボムで復活してさらに次に繋がったからね、ありがとうございました。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。僕もピンチになったらボム投げようと思います。それでは、じゃあねー。